ことで、SG オールスターはですね、ファンの皆さんの投票で選ばれるというレースなんですけども、まずは、渡辺選手が今回投票数が6268票獲得して、しかもホームプールの芦屋で SG 初出場ということで、おめでとうございありがとうございます。ます。もうどうですか？入ったっていう、聞いいや、て。もう本当に嬉しかったです。やっぱり地元っていうのもあって。はい、そうですね。地元っていうのもありましたし、もう、SG っていうのも初めてですし、しかもオールスターなんで、嬉しいです。これ出場できるよってどういったタイミングで聞いたんですか？福岡のレース場にいる時でした。いる時に関係者の方から聞い新て。聞で、新聞、そっか、新聞で発表されたのを見て、その時すぐに誰かに報告とかしました？もう結構朝早く起きてて、一人で新聞こう、こっそり本見当たに見りて。て、入ってるって思いました。めちゃくちゃ嬉しい。結構周りからも何か言っていただいたりとかしましたか？もう皆さん、出おめで場おとうっめでて。とう。すごい、ちょっと楽しみですよね、初楽出し場みとでいうこす。とで。そして森谷選手は、今回女子最多の1万5517票獲得ということですけども、いかがですか？なんか、本当に自分自身に強みがないので、これだけ支持していただけることだけ誇りに思って、レースに臨みたいと思ってます。もうだって7回目ですよね。6年そうなん連です続のね。7回目。ありがとうございま常す。連ですよ。で、今回もドリーム戦っていう形ですけども、ドリーム戦はどうですかね？プレッシャーとかあります？プレッシャーとかはないんですけど、本当に投票していただいた感謝の気持ちを込めて、本当にいいレースを毎走毎走したいなって思っているので、そこだけ気合を入れて、レースしたいと思ってます。もうやっぱりこういったレースの話になるとちょっと硬くはなっちょっちゃいと硬ましくたなりますね。そうですね。いや、もうリラックスで聞いていきたいと思うんですけど、SG オールスターっていうのはね、やっぱり SG の中でも女子レーサーの方がたくさん入られるっていうイメージがあるんですけども、お二人にとって SG オールスターっていうのはどんなレースなのかなってお聞きしたいんですけど、渡辺選手は、今回初っていうことなんで、今まで見てきて、オールスターってどういうイメージありますか？本当に実力だけじゃ出られない大会ですし、本当に人気も実力もあって出れる大会っていうイメージです。森谷選手はもうずっとね、走られてきてっていうんですけど、走ってきた感覚から見てっていうのはどうですか、オールスタどうなんですかね。なんかやっぱり選ばれて走るっていうのはまたそうで他すのね。他 SG とは違の、う。SG とはまた違って、本当に最近コロナ禍でお客さんとこう対面するきっかけもなくて、その中でこれだけの人たちが応援してくれてるんだっていう実感ができる大会だと思ってて、だからこそ、なんか他のレースよりもっと気合も入るし、頑張りたいなっていう気持ちが強いです。もう森谷選手はもうさっきから言ってるんですけど、もう7回目ということで、はい。私にとってもやっぱりオールスター女子選手って言ったら森谷選手のイメージがあ本当るんでですすけか？ど、もちろんあるんですけど、お二人にとってオールスターといえばこの選手って思い浮かぶような選手っていますかね、渡辺選手。もう私は西山貴弘さんが、やっぱり、一番です。もう常に2位をキープされてるっていう、逆にすごいですね。1位が結構変わってるのに、そこに本当です2位かをね。入れるっていうのは、なかなかできないことですもんね。やっぱりはい。先輩でもあるから。本当に面白いですあ、ね。本当ですか？面白いですね。で、森谷選手は、SG といえば、やっぱり私の中ではそうですね。松井さんかなと思います。ね、もう常に、もう今もなおしっかり入って、そうですね。いらっしゃるっていうのは、活やっ躍もぱさり、れて、イメージがどういう強い。目線でっていう感じですけど、やっぱりそれはね、松井すさんごのイいメー選ジ手がすでごすくもん強ね。いです。先輩ですもんね。で、SG もたくさんいろいろと出られてると思うんですけど、どうですか？初出場する渡辺選手に何かアドバイス的なのあります？逆に私の中では初出場なんだと思ったから、でも決まった時も「やったね」とかって同じレース一緒だった、走ってそたれんこそ今回で、一緒で。朝「やったね」みたいな話して、
はい、あの一緒に頑張っていけたらいいかなって思ってます。うん、そうですね。で、今回ね、あのボートレース芦屋ということで、渡辺選手は地元ですけども、はい、地元の渡辺選手から見ては、はい、あの芦屋ってどんなコースですかね。コース、うん、コースが水面だったりとか。芦屋は、まあ、広くて、うん、あまあ、インは基本的には有利ですけど、外からでもこうなんかこうダッシュが効くようなレースのイメージはあります。うん、渡辺選手は自身どうですか、芦屋は。あ、芦屋はもう本当に、はい、いつも練習させてもらってますし、本当に乗り慣れた水面なんで、うん、じゃあリラックスって、はい、挑む、はい、そうですかね。好きです、うん、はい、もう芦屋のイメージどうですか。そうですね、本当にあの風が吹いてもそんなに荒れるイメージもなくて、うん、はい、あの私の中では24畳の中で一番乗りやすいし、相性もいいと思ってます。うん、いいイメージが残ってる。はい、でもちょっと調べると2021年のオーシャンカップから芦屋、はい、多分走られて。そうなんですね。そうみたいなんですよ。なんか走ってないなって思ってたんですけど、うん、そんなに、じゃあ2年ぶりみたいな感じですよね。そうですね、約2年そうですよ、ね、走ってないという感じですね。はい、ちょっと直近で斡旋入れてもらえばすぐにその前に、はいはい、入れてもらえたらな、はい、渡辺先生、この2年で芦屋ってなんかちょっとしたこと変わったことってあります？なんかこの位置が変わったり、本当にちっちゃいことでも、なんかもし迷って変わりました。あの、あ、2年前ですかね、いつかあったか。あ、競技灯も新しくなります。はい、いろいろ変わって、水面も変わった。水面もターンマークの位置は多分ちょっとこっちに、そうですね、2マークずれ、うん、うん、はい、あれ、そうなんだ。2年以内の話ですかね。確か2年以内やった気がします。左に寄ったってこと。ちょっと左に。あ、そうなんだ。あの大時計がちょっと出てたところがこっちに移動したみたいな感じです。ちょっと全体的に。そうなんだ。大時計の位置は変わってないよね。変わってないです。うん、じゃあもう行ってちょっと、はい、そうですね、ちゃんとしっかり進展したいと思います。いいイメージのままいけるように、はい、っていう感じですね。はい、にですね、お二人から SG 第50回ボートレースオールスターへの意気込みをですね、お伺いしたいと思います。ではまずは地元の渡辺選手から、はい、お願いします。本当に渡辺由美に投票してくださった方のために期待に応えられるように頑張ります。応援してください。そして森谷選手は、はい、何の強みもない私ですけど、こんなにたくさん投票していただいて、ドリーム戦にも選出していただいて、はい、気持ちだけでは負けないつもりでレースに臨みたいと思います。感謝の気持ちを込めて走りますので、見ててください。よろしくお願いします。ということで、今日は本当にお二人ともありがとうございました。ありがとうございました。ということで、ボートレース芦屋 SG 第50回ボートレースオールスターは5月23日火曜日から開幕いたします。ぜひね、二人の活躍を楽しみにしていきましょう。ということで、それではご視聴